まあ、僕たちは目標は達成できなかったんですけれども、まあ、本番はパリオリンピックだと思っているので、この悔しい気持ちをしっかり持ち帰って、残り10ヶ月トレーニング励んで、中国チーム韓国チーム含めてもう一度いい勝負ができたらなと思います。